皆さんこんにちは。つれづれ塾講師、社会科担当のテクテクです。わかるシリーズ日本史編19回目の動画はクスコの編についてやっていきたいと思います。さあ今日からいよいよ平安時代の正史に入っていきたいと思います。では今日の流れ確認していきましょう。今日の流れはクスコの編1本でやっていきたいと思います。クスコの変がなぜ起こったのか、そしてクスコの変結果的にどうなったのかということについて確認していきましょう。そして今日のトピックはこのクスコの変がなぜクスコの変と呼ばれるのかということについて確認していきたいと思います。では早速本編へ入っていきましょう。はい、ということでまず最初にクスコの変がなぜ起こったのかについて確認していきましょう。これは平城天皇とクスコとの関係が非常に大事になってきます。まず桓武天皇の息子である後親王が入内してくるわけになります。この後親王が後の平城天皇になります。その一行に、藤原のクスコとその娘が存在しておりました。でその娘っていうの、クスコの娘が平城天皇の妃というような存在だったのですが、この後親王、クスコに一目惚れというような形になります。まあ後親王が、クスコに一目惚れするっていうのは なんとなくわかるっていうのも、そもそも、この以前の話ですね、平安遷都の、動画を振り返っていただけたらわかるんですけども、長岡京を造営中に桓武天皇の側近である藤原実継が、暗殺されたと。それが桓武天皇の弟である沢良親王のせいだということで、結構強引な形で沢良親王のせいにされてましたよね。で沢良親王は結局無実をずっと訴えてたんですけども、そのまま亡くなってしまう。でその、恨みというのが残ってしまって、いわゆる後親王のお母さんが亡くなってしまってるんですね。そのたたりのせいでもう早いうちに亡くなってしまっているので、まあ母親っていうのが一体どんな人だったのかっていうのが実際わからないまま成長してきたというようなところなので、まあクスコの母性に惹かれたのではないのかなという予想ができます。ですがこのことをして桓武天皇は激怒するわけになります。なぜかクスコはもう、別の人とね結婚してた上で、なんともう5人の子供も持っていたと。ということでまあいわゆる不倫ってやつですね。はい、なのでまあそのことを知った桓武天皇は、クスコを追放というようにしてしまいます。ですがその後806年ですね、桓武天皇崩御後、平城天皇がクスコを呼び戻してしまうと。はい、でこのクスコを呼び戻した後ですね、クスコの旦那さんですね、クスコの旦那さんを太宰府の方に、流すと太宰府の方に飛ばしてしまうということで、もう完全にこの二人はねくっついてしまったというようなことになります。はい、ということでじゃあ平城天皇の政治中にその政変が起こったのかというわけではありません。平城天皇は病に倒れ、即位後3年で、弟である嵯峨天皇に譲位する。そして自分は、クスコ、そしてクスコの兄、クスコのお兄ちゃんである藤原の仲成と共に平城京へ移るというような形になります。まあ前回結構前の動画にはなると思うんですけども、平城京がなぜ名前がついたのか、平城京という名前がなぜついたのかっていうのはこの平城天皇が関わってくるっていうようなお話を一回したと思います。ここからちょっと関わってくるっていうような形になります。で、まあ自分が病に倒れて天皇としての責務を果たせないという理由から、まあ、即位したっていうのも、まあ、全然納得できる理由ではあるんですけども、これはちょっとそれとは違うみたいですね。本当の隠された理由っていうのは、自分の息子高岡親王の、ことを考えて立体視させていたということになります。まあ弟に一応天皇の座は譲る、そしたら自分は天皇の上ということなので平城太上天皇というくらいになるわけですね。そしたら、まあ、前の天皇は、貢献するというような役割ではあるんですけども、まあ
上からね助言というか、まあ文句、嵯峨天皇の政治に対する文句っていうのは言えるわけですね。まあ自分が病が治った後も、権力を保持し続けるために、まあすぐに、上位するっていうような形も取り、なおかつ嵯峨天皇に上位させた後、自分の息子である高岡親王に立体子をさせて、まあ、自分の血族が、どんどん天皇になっていけるような下準備をしたというような形になります。なのでどっちかというとこう弱気な判断っていうよりかは強気な判断なんですね、平成天皇。ここ結構賢いなっていう部分ではあるんですけども、まあ、ここは、平成天皇が病のせいで上位したというわけではなくて、平成天皇の後の、子孫、平成天皇の子孫たちが、まあ無事天皇に即位できるような下準備をしたというような形で理解していただけたらなと思います。ですが平成天皇が平城京に向かった後ですね、平成天皇の病が治る、そして逆に嵯峨天皇が今度は病に倒れてしまうというような形になります。ここで一時的に実権が平成天皇に戻るといったような形になります。まあ、天皇、嵯峨天皇自身も、まあ、病に倒れてしまったというところで、まあ、平成天皇に、まあ、政治お願いね、まあ、兄ちゃんよろしくみたいな感じで、言っていたというような記録は残っております。はい。ですが、まあ、でも結局実権は嵯峨天皇が持っているっていうところなので、まあ、代わりの天皇というかですね、まあ、前やっていた天皇が、ピンチヒッターでやってくるみたいな感じだと思っていただけたらなと思います。この時に、平成天皇はまだ平城京にいますので、二所朝廷というような形が生まれます。はい。まあ、天皇は実際平安京にいるんですけども、実権を持っている平成天皇が平城京にいるということなので、どっちの朝廷につけばいいのかみたいな、南北朝時代のような形でこの時一回二つに朝廷が分かれてしまうんですね。そこで藤原北家が台頭してくるわけになります。嵯峨天皇がこの自分が病に倒れた時に蔵人所を設置することになります。その最高責任者に藤原北家である冬継を任命するわけになります。この蔵人所一体どんなところかというと、秘書課というところなので、まあ嵯峨天皇の、側近だと思っていただけたらと思います。実際に嵯峨天皇は病に倒れている状況なので、冬継が、嵯峨天皇の言葉を受けて文章を書いたりだとか、秘密、境内の中の秘密事項をね、議題として挙げてたりとかっていうところをやっていたそうです。これで北家は、まあ、実際に天皇の側近ですからね、どん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 台頭してくるといったことになります。さあではクスコの変、下準備は整いました。クスコの変やっていきたいと思います。810年、平成天皇が平城京に遷都を宣言するということになります。一時的に実権が戻ってきた平成天皇は、自分が生まれ育った土地ですね、まあ桓武天皇の時に平安京実際に移るというようなわけですけども、まあ、それ以前平成天皇が生まれた場所っていうのはやっぱりこの平城京というところで、すごく故郷の憧れというかね、落ち着きというところで、まあここで過ごしたかったんだろうなっていうような記述が残っております。なのでここで遷都を宣言します。しかし嵯峨天皇が反発して派兵するというような形になります。この一個前ですね、桓武天皇が亡くなった後すぐにこの平成天皇は即位するというような形になったんですけども、桓武天皇が亡くなった後貴族たちの間では平安京にとどまるかどうかということが話題になってました。そこで平成天皇を即位した時に、その貴族たちに対して、平安京にいる、平安京で実際にもうこのまま政治を行っていくということを言いました。そして貴族たちは大賛成とよく言ってくれた、ありがとうございますということで、まあ平安京にずっと残っていたというような形になるんですけども、ここに来て平成天皇平城京に遷都を宣言したというような形になるので、まあ言ってることと違うじゃないかと。で、まあ実際に実権は、まあ一時的に実権は平成天皇に戻ったっていうこともあるんですけども、やっぱり天皇が一番トップなんです、この時代は。
なので、まあ、天皇に付き従う人たちが多かったということなので、平城天皇は東に流れようとするも失敗。そのまま平城天皇は出家、寵愛を受けていたクスコは毒を飲んで自殺。藤原の仲成ですね、クスコの兄ちゃんは、捕縛、捕まった後射殺というような形になります。はい、まあ一時的な平城天皇の暴走って言った方が早いですかね。まあこれがいろいろとですね、クスコが関わっているんじゃないかということなので、クスコの変というような名前がついたんですね。まあ実際最近では平城太上天皇の変と呼ばれるような形もあるんですけども、教科書で見るとやっぱクスコの変っていうのは残っているので、まあなぜクスコの変と呼ばれるのかということはトピックでお話ししていけたらなと思います。ということで、まあ平城天皇がもう政界からいなくなったというその後のお話、クスコの変のその後というところを見ていきましょう。はい、まず藤原式家は代表格であった仲成クスコを失い没落していく。そして本格的に、黒のところを務めていた藤原北家、冬継ぐの家系ですね、がどんどん実権を握り始めるというような形になります。そして嵯峨天皇は平城天皇の息子であった、立太子も無事に終えていた高岡親王を廃太子して、平城天皇と嵯峨天皇の腹違いの弟である大友親王を皇太帝として即位させます。これも結局平城天皇と同じで、大友親王にすぐに、上位させて、自分の息子に、立太子させて、自分の家系をどんどん、残していきたいなという狙いが見えてきます。ですが、まあこれが後に、まあ次回行う上和の変へつながっていく、この判断が上和の変へつながっていくというような形になります。まあ、実際はですね、嵯峨天皇この後、クスコの変が終わった後、この上和の変に入るまで30年間ですね、時間が空いています。この30年間、奈良時代からずっと続いてきた政変が一時的に終わる一時的になかったということで、まあ、この後ずっと嵯峨天皇は平安京の中で、政治を行っていくというような形になります。はい、まあ、クスコの変いろいろ話してきたんですけども、嵯峨天皇病気で病に伏せっているという状況でのクスコの変であったんで、まあ、バックはやっぱクロードどころである、藤原北家ということだと思います。このクスコの変のいろんな判断、派兵したりっていうのは全部多分北家が関わっているんじゃないのかなと思います。ではトピック扱っていけたらなと思います。はい、ではトピック、クスコの変と呼ばれる理由というところについてやっていきましょう。まずもう理由をドンと言います。たたりを恐れたためでございます。動画始まった時にね、言いましたね、平城天皇がなんでクスコを寵愛したのかっていうのは、早くに、亡くなってしまった、お母さんが早くに沢良親王のたたりによって亡くなってしまったっていうところを言いました。それが関係しています。桓武天皇が長岡京に遷都した際、側近の藤原の忠次が暗殺され、その首謀者として沢良親王、桓武天皇の弟であった沢良親王が次に罪に咎められて失意の中で亡くなる。まあ、ずっと無実、俺は無実は何もやっていないという中で亡くなる。それでたたりが起こるっていうところを恐れたというところで、同様に平城天皇にたたられることを恐れて、クスコに罪を咎めたというような形になります。はい、まあわかりますよね。平城天皇は出家というような形で、まあ、実質的に政治から姿を消したわけなんですけども、まあ殺すことはなかった、というところになるので、まあそこも恐れてというところでクスコに罪を咎めた。そしてプラスアルファですね、嵯峨天皇が病気に倒れた際にクスコと兄の仲成がですね、平城天皇に調査を求めていたというような説があります。クスコからしてみたらですね、まあ実際桓武天皇が亡くなって、やっと自分のことを寵愛してくれる平城天皇がやっと天皇になったと。じゃあこれからもう私たち藤原式家が、まあ、実権を握っていくんだろうなっていうところで、たった3年で嵯峨天皇に即位というような形を取ったわけですね。まあ、クスコからしてみたら
まあ、やるせない気持ちはありますよね。というところで、嵯峨天皇が病に倒れた時にもう一回実権を取り戻そうというところで平城天皇に調査を求めた。このことから、一時的に実権が戻ってきた平城天皇は平城京に遷都しようみたいなことを言ったのではないかということで、首謀者はクスコだというような判断を下し、クスコ、その兄仲成を、自殺、射殺というような形を取ったというような形になります。まあ強引ですよね。まあこの判断も全部嵯峨天皇ではなくて、多分北家、藤原北家であった冬継がまあいろいろとやったのではないのかなと僕は思います。もうここまで来ると妄想の範囲なので、まああまり参考にしない方がいいかなと思います。はい、ということで今回はクスコの件以上になります。次回は、先ほども言った上和の件に入っていけたらなと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。